黒髪の磯のズボラ酒へようこそえ今日なんですけれどもえこちらですねえー久しぶりのレモンサワーこのこだわりレモンサワーレモンウのレモンサワー美味しいです今日は鬼レモンということでちょっとアルコール強めでございます、はい、あこれですかもうねちょっとむくみが すごいと。顔むくみすぎだろと。あのー、言われているので、もうちょっと、じゃあちょっと顔出すの自粛しようかなと思って。これでいきます。やっぱり仮面系ユーチューバーとか、やっぱりいっぱいいるし。まあ、遡ればね、お笑い芸人でもパペットマペットって言ったじゃないですか。だからちょっとこれでいってやろうかなと思って。むくみが取れるまでは。はい。 はい、ということで。乾杯。あ誰よ、お前。<laughs> 誰なんだよ。マジでよ。<laughs> 中華食ってたよ今日も <laughs> とい,うことでいいもん、いいもん、また試験了して絞って、翔さの声浴びてやる。<laughs> はい、ね。熱狂なんですけれども、久しぶりにじゃあインスタの DM 行こうかなと思います。しょうもない質問ですが、パーソナルトレーナーになるには、うん、しょうもない質問ですが、パーソナルトレーナーになるにはどうしたらいいですかはい。 えーと、まあ、パーソナルトレーニングジムに就職するのが一番早いと思います。最近フィットネスのコンテストブームで、あのー、まあ、それでコンテストに出て、まあ、ちょっとトレーナーをやろうみたいな感じの人結構増えているんですけれども、まあ、独立とかね、あと、すっごく著名になって、それでコンテストで何回か優勝とか、 ね、そういうのを繰り返せれば、まあ、トレーナーとしての、まあ、武器にはなると思うんですけれども、えー、はっきり言って、えー、今フィットネスコンテストでちょろっと入賞したぐらいだったら、えー、トレーナーとしての実績っていうか、その、あれにはならないですね、全く。うん。ていうか、その、例えば大手のジムとか、そういうところに就職するんだったら、そんなものはほぼ見られないと思った方がいいですね。 えー、そういうことをやるよりは、えー、まあ、最低限のトレーナーとしての知識を持っているんだなと思わせる方が早いので、まあ、まあ、n s c だったり、ネスタジャッキーとか、そういうもの、あと健康運動指導士だっけまあ、そういうものとかを、えー、保有していたりとかした方が、えー、合格率とかは高いと思います。はい。あとは、パーソナルトレーナーって、接客業、サービス業の部分がすごく大きいです。 これは何でかというと、あのー、パーソナルトレーナーっていうのは、駅務販売って言って、回数券の販売が多いので、まあ、そこで、えっ、ー、と、営業の仕方を知らない人が多いです。あのー、体を変えるのがトレーナーだから。っていうので、トレーナーをやる人は、本当に超有名な人だけです。そういう人以外は、しっかりと、営業力、クロージング技術だったりとか、接客力、顧客心理とかをしっかりと勉強した上で、 えー、ライセンスを取る。っていうことが大事です。コンテストでじゃあ3位に入りました、とか。あの、そういうので、あの、トレーナーに、を目指しますっていう人とたまにいるんですけど、まあ、ちょっとそれはね、企業側としては、あの、そこまで今はプラスに見てないっていうのが現状です。はい。じゃ次。疲れがなかなか抜けないんですが、疲れを取るためにどのようなことをしてますか俺は疲れがなかなか抜けない時は、 えー、軽めの有酸素温度を入れるようにしています。うん。少しだけ体を使ってあげて、全身の筋肉を使ってあげる。っていうことをしてあげた方が、れ疲れっていうのは抜きやすいので、まあそういうことをしてあげますね。はい。まあ、ちょっと傾斜かけて、20分とか30分ちょっと早歩きするとか、そういうことをやります。はい。睡眠の質も上がりますよ。身長どのくらいあるんですかまあ前から言ってるんですけども、172.4だったんだけども、 あの、この辺だね。身体測定171.8でした。ちょっと縮んでた、縮んでた。質問ですが、夏くらいから、えー、広角炎ができ皮膚科で薬を塗っています。塗っている間は治り、ぶり返しのサイクルになっています。どうしたらよろしいでしょうか。あのー、薬を塗って、えー、完璧に治ってないと思うんですよ、僕。あの、薬を塗ってしまっても、まだあの、菌がね、ある程度鎮静されてる状態で、えー、薬をやめてしまうと、 えー、そこからまた、あの、菌とかはまた繁殖してしまったりとかしてしまいますので、まずしっかりと、えー、まあ、塗り薬による、えー、ケアをしてあげることが大事です。はい。あとは、まあ、皮膚の炎症のケアに関しては、やっぱりビタミン B12、えー、B6、あとビタミン C をしっかりと取ってあげることを僕はお勧めいたします。はい。あとは水分、えー、ミネラルウォーター、まあ、水だけで1日2リットルは飲むようにしてください。はい。 現在、ケトジェニック、ローファットダイエットに切り替えて10日立ちます。体は絞れているような感じがするのですが、数値に並ばれません。1 5 0 0キロカロリーでローファットダイエットをしているのですが、我慢してこのまま続けた方がいいのか、それともカロリー下げた方がいいのか、お聞かせください。えー、っと、これ今、体は絞れているような感じがするのであれば、この状態で、 しばらくやっていった方がいいと思います。絞り切るっていうような感じだったら、最初やっぱり900から1200キロぐらいで、えー、調整する人多いですけれども、1500しか取ってないんだったら、確実にね、あの体重は落ちていきますので、この調子で見ていった方がいいかなと思います。で、1500キロカロリーって結構カロリー抑えている状態なので、えー、これで何を調整するかっていうと、炭水化物で何を取ってるかっていうのを考えた方がいい。うん。 コンテストに出るとかだったら、もうちょっとカロリー切ってとかそういう感じになるんですけれども、もうちょっとその食事た、炭水化物で何を取ってるかっていうのを考えた方がいいですね。夜中に炭水化物を取ってないかとか、あと血糖値が上がりやすいものを食べ過ぎてないか。例えばトレーニングをしているんだったら、えー、炭水化物は、まあ、糖質量で言うと、ま、だい 100g ぐらいは、えトレーニングの、え前と最後にちょっと集中させる。 トレーニングする前とトレーニングの後にちょっと集中して取るとかね。そういうことをやってあげた方がいいので、うん今疑うべくは炭水化物の摂取のタイミングと、あと摂取しているものだと思いますので、そこをしっかりと見直してみてください。はい。まあ俺はそういう面ではやっぱり欲しいものとかね、便利だから、やっぱり欲しいもいいかなと思います。ラスト行きましょう。 t さん、ライブでお前らとか言わないでください。年上の人もいるんだよ。なんか残念。<laughs> できてますね。あーん。まあ、ライブ配信なんですけれども、ま、あ、基本的には僕の YouTube ライブっていうのはずっとこのスタイルでやってきたんですよ。ま、あ、ロングナイトサタデイズって言いまして、ま、あ、視聴者も、やや独白。で、俺もやや独白。 みたいな感じでね。あの、ま、その関係性が成り立ってやってきていたんですけれども、うーん、だからま、本当に、本当に申し訳ないことを言うと、嫌なら見るな、というような感じの部分もあります。嫌なら見ない方がいい、というような、まあ、YouTube って別に、そのね、あの、自分で選べるわけだから、見ること見ないことも。 だからまあその不快に思うとか嫌だったら見ない方がいいかなと思うんですようんなんかこのまあこのスタンスでずっとでてきたんですよねもうほんとに初回の時はこう、トイレの前でこうやってねライブをちょろっとやってみたんですけどもそれ以外は「まあ、ロングナイトサタデイズ」という名前になってからはまあ結構こういう感じで <laughs> やってきたんですね うん、まあ俺はちょっとある、えー、ラジオが好きですごく。で、その、ラジオみたいなことをずっとやりたかったんですよ。ライブ配信をやるなら。だからまあそういうスタイルでやっているんですけれども、まあこのスタイルがちょっとね、その、今後も、こういうような声が上がるのであれば、まあ、正直ライブ配信をやめようと思います。うん。なんか自分のそのスタイルを、 変えてまでライブ配信やりたくないなっていう、ただ質問してみたいな。結構その、なんだろう、うライブ配信のを見ている人たちのことをディスナーって言わますけども、まあディスナーとはまあね、それ結構距離が近くて、っていうのを勝手に思ってやっているので、だから、まあわ,わきあいあいとやってるって僕は思ってるんですけれども、それでもね、そういうような声が続くのであれば、まあライブ配信はやめます。 自分のね、このスタンスを崩してまではやりたくないなっていうのが僕の考え方なんで、うん。っていうことです。はい。まあ、年上の人もいるのはもちろんわかっています。だって、あのー、YouTube のね、黒髪の人のチャンネルとか、ロンサタ見てますって言って話しかけてくれる人って、ね、年上の人とかもたくさんいるし、オフ会とかで来るので、ね、俺より年上の人とかもいるので <laughs>、見てるのもわかってるんですけれども、 ま、あ基本的にはそのスタンスで行きたいかなと僕は思っているからって感じです。はい。<coughs> はい。ということで、えー、黒髪の人のズボラ漬け、えー、今日はここまでです <coughs>。いやー残念ですね。もうすぐむくむわない俺にな戻っちゃうんで、もうむくむ期間ももう終了ですけれども。 よろしくお願いします。それでは、また行ってるよ、こいつ